ゲルハルト・ケッペンはドイツの軍人。最終階級は空軍少尉。第二次世界大戦では、総出撃回数380回、総撃追数85機を記録したエースパイロットであり、その選考により白洋付き士鉄十字章を受章した。1936年、ケッペンはドイツ空軍に入隊した。1939年に戦闘機パイロットを志願。 したが、それ以前は、第一爆撃航空団、ヒンデンブルクに所属していた。1941年、彼は、第52戦闘航空団、第7中隊へ配属された。そこで40機撃墜を記録し、1941年12月18日に、騎士鉄十字章を受章している。その後さらに記録を伸ばし、 1942年2月27日には72機撃墜の先行により白洋付き士鉄十字章を受章した。4月1日に少尉へ昇進。しかし5月5日、アゾフ海上空で彼が登場していたメッサーシュミット BF109 回から4が消息を絶った。これをもって彼は戦闘中行方不明と判断された。その後の消息は分かっていない。欠片には、 エッカルト・ケッペンという兄弟がいるが、彼もまた1945年1月15日に戦死している。死後騎士鉄十字章が追贈された。ABC ・オーバーマイヤー1989、P48、ABC ・シェルツァー2007、P460、パッチーウォール&・シェルツァー2001、P246、フェルギーブル2000、P218、フェルギーブル2000、 P53 ありがとうございます。